アーメドエースサエルモハマディアブデルファターは、エジプトガルビーやケンバスユーン出身のプロサッカー選手。エジプト代表、アストンビラ FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。2009年8月、プレミアリーグのサンダーランド AFC が獲得に、動いていると報じられた。しかし、冬の遺跡マーケット最終日である2010年1月31日に、 なっても契約はまとまらず、遺跡は破断した。2010年7月1日、かねてより噂のあったサンダーランドにレンタルで加入。レンタル料は50万ポンドで、200万ポンドの買取オプションが付けられた。2012年8月30日、フットボールリーグチャンピオンシップのハルシティ AFC にレンタルで加入。9月1日のボルトンワンダラーズ FC 戦で、加入後初出場。 9月18日のリーズユナイテッド AFC 戦で初ゴール。2013年1月16日、サンダーランド AFC に復帰。1月31日、2012-13、シーズン終了までの契約で再び、ハルシティにレンタル移籍。2013年4月20日、サポーター投票でチームの年間 MVP に選ばれた。 2017年7月19日、アストンビラ FC に完全一席。U21 年代からエジプト代表に選出され、アフリカユース選手権2007などに参加した。2007年8月にパリで開催されたサッカーコートジボアール代表との親善試合で A 代表デビュー。2019年6月30日現在、エジプト代表。ありがとうございます。